ますよ。邪魔するぞライサ。こっちでもアトリエの方は順調か？アンプルさん、リラさん。はい、まあどうにかやっていけるかな。そうか、それは何よりだ。ところでフィー、フィー、ちょっと来てくれないか。どうかしたの？ライザ、フィーについての詳しい話を改めて聞きたい。え、うん、ふむ、石のような卵で光るか。孵化する前に何かきっかけになるような出来事はなかったか？特には。あ、そういえば大きな壁画がある遺跡に行ったかな。壁画？どんな壁画だ？確か何か光ってるものが集まろうとしているような感じの。そうだ、その絵を見てる時に急に光り出したんだ。それまで一度も私の前で光らなかったのに。リラさん？おいリラ、ライザが怯えているぞ。ああ、いや、すまない、少々思い当たる節があってな。え？フィーのこと知ってるの？いや、こいつについては何も知らん。私も初めて見たからな。だが、私の想像通りであるならば、卵の方は知っているかもしれない。実際に過去に似たようなものを見た気がする。その卵の殻は残っていないか？ああ、取っておいても仕方ないと思って捨てちゃった。まあそうだろうな。いや、いい、話を聞けただけでも十分だ。ふぃ、突然悪かったな、失礼する。そういうことだ、私も失礼しよう、ライザ。何だったんだろう、フィーのこと何か心当たりあるのかな。ふぃ、ほんとフィーは何者なんだろうね。フィー。そうだね、元気ならそれでいいよね。ほんと村と違って賑やかなところだな。うわっ、もう人にぶつかったら謝るのが普通でしょ。あれで財布がない。あ、まさかさっきの男に。許さない、絶対捕まえるんだから。男どこ行ったんだろう。確かこっちの方に来たはずなのに。あ、いた！おい待て、お前今すったな。何のことだ、俺は別に。見つけた、私の財布返して。何、お前やっぱり。許してくれ！俺からスリをしようと思ったのが運の尽きだぜ。ほらよ、お嬢ちゃんの財布だろ。で、ちょっと待て、お嬢ちゃん、まさかあの時の。え？魔物とあれだけ戦えるお嬢ちゃんがあんなスリにやられてるんじゃねえよ。油断しちゃって。だが
また会えて嬉しいぜ。俺はクリフォードだ。夢とロマンを追い求める仕事をしている。私はライザリンシュタート、みんなからはライザって呼ばれてるよ。仕事は大釜を使って未知の品を作ったり、追い求める仕事かな。大釜だと。へえ、ロマンあるいい仕事じゃねえか。こうして再会したのも何かの縁だ。今度ゆっくりライザの仕事の話聞かせてくれよ。うん。あ、財布本当にありがとう。錬金術師のこと濁しちゃったけど悪かったかな。けど錬金術なんて言ってもわからないと思うし、今度また話をする機会があったらその時に話せばいいか。あ、クリフォードさん。ライザ、また来たのか。用事もないのにあまり来るような場所じゃないぞ。前に会った時ちょっと濁した言い方しちゃったの気になってて。そいつは奇遇だな。俺もライザの仕事のことで聞きたいことがあったんだ。単刀直入に聞くが、ライザ、お前さん錬金術師とかいうやつじゃないか。どうして知ってるの。知識として知っている程度だ。そんな驚かれるようなことじゃない。錬金術師ってのは確かどんなものでも作ってしまうんだろう。空を飛ぶ道具とか、水中を自在に歩ける道具とか、そういう魔法みたいなものかな。そういうのは作ったことないけど、やり方が分かれば作れるかも。でもこの前の話だけでよく錬金術師だって見抜いたね。俺の仕事は直感が大切なんだ。でなきゃ生きてられないからな。あ、そういえばクリフォードさんの仕事もまだちゃんと聞いてなかったっけ。トレジャーハンターさ。トレジャーハンター。遺跡なんかに入ってそこに残された財宝を探す。ロマンがあるだろう。言われてみれば見た目はそんな感じするね。ロマンについては私はよくわかんないけど。なんだこいつ。あ、ちょっとピー、驚かせちゃダメだよ。そいつはなんだ。見たことない生き物だ。この子はフィーだよ。何の生き物かは知らない。知らねえのかい。そうか、フィーってのか。お前みたいなやつ初めて見たぜ。フィーなんだ。お前言葉わかるのか。フィーなんだよ、ロマンがわかんねえとか言ってたが、しっかりロマンあるやつ連れてんじゃねえか。まあいい、話を戻そう。錬金術師のライザなら聞いたことないか。この王都の近くに水に飲まれた都があるって話。水に飲まれた都。そうだ、大昔からの伝承だな。水底に眠る星の都は星降る夜に生まれた都。光をたたえた悠久の財宝はその地を語るっていうのがあるんだ。聞いたことないけど。でも悠久の財宝、確かそれって前にタオが手帳に載ってた伝承を読んだ時に聞いた気がする。俺はこの伝承を知った時からずっとその水底に眠る星の都を探しているんだ。そこに眠る悠久の財宝を手に入れるため。本気なのそれ。ああ、それでな、その水底に眠る星の都ってのはこの町の近くにあるみたいな。心当たりないか。
ごめんなさい、私よそ者だからこの辺のことをよく知らなくて。そうだったのか。それは失礼したな。旅慣れてる感じだったから勘違いしてたぜ。でも、古い言い伝え、水に飲まれた都、もしかしてタオが何か知ってるかも。タオ？私の友達でそういうことにすごく詳しいの。この辺りの伝承とかも調べてるから多分。一度話を聞いてもらうのもいいかもな。ライザ、そのタオというやつ紹介してもらえないか。うん、いいよ。タオもクリフォードさんの話に興味持ちそうだしね。多分学園区の方にいると思う。案内するからついてきて。まさかね、王都のこんなところにいるはずないのに。ライザ、元気にしてるかな。はい、確かに。それじゃあ掲示板の方に依頼を貼っておくわね。はい、よろしくお願いします。こんにちは、ゼフィーヌさん。あら、いらっしゃい、ライザ。今日は食事？それともお仕事かしら？ちょっと掲示板見ておこうかなと思って。わあ、今日もいろいろ貼ってあるね。ライザ？本当にライザなの？はい。仕事してるけど元気だよ。え、ルベルトさんと一緒じゃないんだ。あれからお父さんのお仕事を手伝うようになったの。今ここの仕事は私が任されてるんだよ。すごいじゃん、大出世だね。ねえライザ、その後ろにいる子は？あ、この子はフィーって言って、説明すると長くなっちゃうけど私の友達だよ。フィー、この子は私の友達のクラウディア。仲良くするのよ。フィーちゃんか、はじめまして、よろしくね。ところでライザはどうしてオートに？実はタオに誘われてこっちで遺跡探索してるの。それってつまり冒険ってこと？そういうことになるかな。危険なことはない？危険がないといえば嘘になるけど、3年前の冒険に比べれば全然平気だよ。そっか。あのね、ライザ。ん？何？ううん、やっぱり何でもない。そう？それよりせっかく会えたんだからゆっくり話さない？そうしたいんだけど。ごめんなさい、今日はこの後も仕事の予定が詰まってて。あ、でもライザもしばらくはオートにいるんだよね？うん、そのつもりだよ。それじゃあ今度時間を作って話そうよ。うん、絶対にまた会おうね。これからまたよろしく、クラウディア。
ウディア、大人になったな。私も負けないように頑張らないと。タオ、クリフォードさん、こんなところでどうしたの？いや、ライザ、この前クリフォードさんから聞いた話について少しね。もしかしたら僕が調べていた伝承の欠けた一節かもしれない。悠久の財宝って部分よね。うん、それに大昔の話だけど、この近くに星が降ってきたっていう伝承が残されているんだ。そういう現実離れした荒唐無稽な話にはあまり興味がないんだが。そうでもないよ。町を飲み込むほどの大水ということは相当大きな窪地ってことになるよね。星が降ってきた衝撃によるものなら町一つ分の窪地くらいできると思わない？一応辻褄は合うか。まさか星の伝承と大水の伝承がつながるなんてな。不思議なこともあるもんだ。僕も最初は驚いたよ。でも二つの伝承を合わせると遺跡の場所についても自然と分かってくるんだ。それが北の森を抜けた先、巨大な湖の広がる場所、その水底に遺跡が眠っていると思うんだ。ありがとな、タオ。これであとは湖の底を調べる方法さえあれば完璧だ。問題はそこなんだけどね。遺跡を見つけたとしてもずっとは潜っていられない。俺もそう思ってたんだが、ちょっとした可能性を見つけてな。ライズ、お前の力俺に貸してもらえないか？え？私？前に言っただろ、錬金術なら水中を歩ける道具を作れるってよ。作り方が分かれば作れるかもとは言ったけど。なら、その作り方を調べる手伝いをする。だから俺にも力を貸してくれないか？このままじゃ俺はお宝にたどり着くことはもちろん、自分の考えが間違っているかどうかすらも確かめられねえ。そうは言っても私たちも今は他の遺跡の探索とかで忙しいし。なら俺もその遺跡探索に同行させてくれ。お前たちと一緒なら俺も錬金術のあれこれでお宝に出会える可能性が高くなりそうだし、俺の経験と技術でお前たちの探索を手伝うこともできると思うしな。そうかもしれないけど、おっと、別に今返事をしろとは言わねえよ。ただ俺は絶対に役に立つ男だぜ。前向きに考えといてくれよな。あれ？あそこにいるのって。あ、ライザ、ちょうどよかった。召喚したい人がいるの。デニスさん、こちらはライザ。前に話した錬金術師をやっている友達です。ああ、君がクラウディアさんのお友達の。会えて嬉しいよ。よろしくね。はい、ああ、ごめんごめん、まだ名乗っていなかったね。僕はこの職人区で鍛冶屋をしてるデニスっていうんだ。鍛冶屋でもあって彫金師でもあるんだよ。鍛冶屋さんで彫金師、両方とも金属を扱う仕事だね。ものづくりが大好きでね。特に金属はいろんな形になるから面白いんだ。と、それはそうと、クラウディさん、頼んでいた金属のことなんだけど。はい、明日の朝一に工房へお届けします。材料の金属はバレンツ商会から卸してるんだ。うん、バレンツ商会のは品質がいいからね、安心して使うことができるんだ。喜んでいただきありがとうございます。いやいや、こちらこそ本当に助かってるよ。素材の品質は作品作りにおいて重要な要素だからね。さてと、
それじゃ僕は工房へ戻るよ。クラウディアさん、材料をよろしくね。ライザもいつでも工房に遊びに来てくれよ。いろんな金属製品を扱ってるからきっと楽しいと思うよ。うん、絶対に行くね。待ってるよ。それじゃ。それにしてもクラウディアもあんな風にお客さんの依頼を受けてるんだね。もう慣れたから大丈夫よ。それに忙しいけどやりがいもあるし。まあやりがいがあるのはいいんだけど。ううん、なんでもない。さてと、早く帰って金属を手配しなくちゃ。でもあるのかな。どうしたのフィー、お客さん？あの、ごめんください。あれ、クラウディア、よくここが分かったね。カフェのゼフィーヌさんが教えてくれたの。ちょっと探すの苦労したけどね。こんにちはフィーちゃん、今日も元気ね。それで今日はどうしたの？もしかして仕事がお休みとか？ううん、ちょっと聞きたいことがあって。ライザ、クリフォードって人のこと知ってる？トレジャーハンターのクリフォードさんのこと？やっぱり知ってるんだ。じゃあ、あの人と一緒に冒険に行くの？まだ考え中だけど。クラウディア、クリフォードさんのこと知ってるの？少し面識がある程度だけど、この前たまたま会って少し話した時にその話をされてね、ちょっと心配になってそれで来ちゃったの。大丈夫だよ、遺跡に詳しいタオも一緒だからね。そうじゃなくて。え？じゃあどういうこと？それは、そんなに心配ならクラウディアも一緒に行ってみない？実際に行ってみればそんなに心配するほどじゃないってわかると思うし、それに前の時みたいにまたクラウディアと一緒に冒険できたら絶対楽しいと思うんだ。ダメ？ごめんなさい、今ちょっと問題を抱えてて、それを解決しないことには身動きが取れそうにないの。それってどうなの？実は別の地域で品物の大量納入の依頼を受けたんだけど、その数が桁外れでね。依頼を受けたはいいけれど全然数が足らないらしいの。え？それまずいじゃん。それでオート方面を担当している私に話が来たの。オートなら十分材料が手に入るだろうからって。どうにかなりそうなの？正直まだ全然足りないんだ。対象全体で頭抱えてるよ。想像してたより大変なことになってるね。けどそういうことなら私の出番じゃない？不足してるものを教えてよ。私がその分用意するからさ。ライザが手伝ってくれるなら安心だけど、本当にいいの？友達なんだから遠慮はなしだよ。ありがとうライザ、本当に助かる。ここに必要なものが書いてあるから、私も他を回って一つでも多く探してみるよ。わかった、じゃあこっちも準備できたら声かけに行くね。うん、よろしくねライザ。これで大丈夫か？できるよ。喜んでもらえてよかった。それじゃあこれ材料の代金ね。え？お金なんていいよ、友達なんだし。ううん、気持ちは嬉しいけど仕事だからお金に関してはきっちりしないとダメなの。そっか、それじゃあありがたくいただきます。あ、そうだ、もう一つ。前にね、
面白い本を見つけたんだけど。ずいぶん古い本だね。これどうしたの？前に偶然見つけたんだけど、錬金術に関係してそうな本だったから買っておいたんだ。え？あ、これ錬金術のレシピだよ。本当？勘違いじゃなくてよかった。私のためにずっと持っててくれてたんだね。ありがとう。お礼を言うのはこっちだよ。ようやくずっと抱えてた問題が解決したんだから、これで私もちょっとだけ自由に動けそう。自由に？それってつまり一緒に冒険に行ったりもできるってこと？もう少し細かいあれこれが解決したらだけど、その時はまた一緒に行っていい？もちろん、いつでも大歓迎だよ冒険絶対に行こうね。よし行くぞ。こんなのはどうかな。何作っちゃおうかな。入れる場所は、すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。こんな感じかな。エアドロップ？普通の飴玉みたいに見えるけど、物としては普通の飴で味もそこそこかな。けどこの飴玉は舐め続けている間ずっと空気が出るらしいよ。つまりこれがあれば水中でずっと息ができる。いかにも錬金術って感じだよね。私があげた本、そんなすごいのが載ってたの？ライザー、邪魔するぜ。いらっしゃい、クリフォードさん。どうしたの？ああ、そろそろ遺跡探索に行くのにいい頃合いじゃねえかなと思ってね。おっと、バレンツ商会のクラウディアじゃないか。先客がいたとは気づかなかったぜ。失礼。どうも。ん？その飴玉見たことないな。ついさっき錬金術で作ったんだよ。エアドロップって言って、それを舐めている間は水中でもずっと息をしてられる道具なの。何？それは本当か？水の中でも呼吸することができるなら、時は来た。これを使ってあの水中の遺跡を探すんだな。これはただ作っただけで、そんなつもりは全く。でもそっか、これがあればタオが言ってた場所を探すことも。よし、決めた。タオたちに声かけて行ってみよう。もちろん俺も行くからな。それじゃあ早速。待って、ライザー。私も連れて行って。え？ってことはもう、この間のが片付いたから、これからは一緒に冒険できるよ。やったね、クラウディア。また冒険に行けるなんて嬉しいよ。こんにちは、ライザさん。また遺跡へ行くんですか？あ、パーティー。あら、ライザのお友達？はじめまして、パトリチア・アーベルハイムです。ライザさんたちと遺跡調査をしています。そうだったんだ。私はクラウディア・バレンツ。よろしくね、パトリチアさん。クリフォード・ディズウェイ、トレジャーハンターだ。よろしくね。よし、それじゃあ出発しよう。